文学部、英米文学専攻。そうですね。はい、先生でございます。英米文学の魅力を、はいはい、打ち上げます、はい、引き抜いてきて、おすごい狭い世界なんですけど、そんなところじゃない、まあ職悪くないですからね。私はもう文学部最強論で言います。おへえ。おはようございます。もちチャンネル。さあ、今回ですけども、はい、スペシャルゲストでございます。はい。井上先生と堀田先生ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。二人とも酒飲んで。もうだいぶ、だいぶ、はい、森田さんもだいぶ、ね、はい、そうですね。まあまあ、まあまあいい感じで。ここ今、慶応義塾大学ですから、はい、この動画が出ている頃には、ミスター慶応候補とのコラボももちろん出てるわけですけど、あ、そうなの、はい。ビジュアル的に、だいぶ差がありますね。まあ、お二人とも慶応の、はい、文学部、英米文学専攻ですね。はい、はい、先生でございます、はい、ありがとうございます。本当にいやいやいや、こちらこそです。お二人のチャンネルにも、はい、出ていただいて、はい、本当にコラボとは何たるかっていうのをレクチャーを受けました。いやいや、あ、それがコラボか。そうそうそう、 YouTube についてですね、はい、こっちが教える側として。ありがとうございます。いろいろ聞いていきながら、うん、まあ、慶応の英米文学の魅力も、あ、はいはい、もう、もしかしたら聞けるかもしれないですけど、うん、そうですね、経歴みたいなの聞いていいんですか。はい、はい、私慶応の英米文学専攻の堀田さんと同じゼミなんで。そうですね、兄弟弟子なんで。こう、まあまあちょっとまあまあ年取ってるんで、はい、で大学院も私慶応で、はい、富山大学に5年いて、あ、ほいほい、信州大学に8年いて、おうほう、それから慶応に移って、はい、最初日吉の法学部の教員だったんですけど、今三田の英米文学専攻の教員やってるっていう、はい、ね、もう直系というか、そのね、当時先生、そうそうそう、同じ指導教員です。井上ペゼミ、はい、まあ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 、ゼミはありますから、ね、はい、専門は何？専門はね、社会言語学、まあ言語学なんですけど、はい、森出さんも勉強されてた認知言語学と社会言語学って、はい、まあ今は接点がすごく多くあるんで、うん、そうですね、認知社会言語学とかっていう言葉があるぐらいに結構接点多いんですけど、はい、まあどっちかというと私社会寄りなんで、はい、社会言語学、まあ簡単に言うと言葉と社会がどんな関わりがあるかみたいな感じで、言葉が社会の中でどんな役割をしているかとか、コミュニケーションの中で言語がどういう働きしているかみたいな、そんな感じの学問ですね。そうだ、僕その留学中に取ってたのが、はい、認知科学と社会言語学。おお、はい、そういうものがイボニクスとか、ああ、そういう感じの社会言語とか、はい、広いんですよ、社会言語学。そうですね、広い。あ、そうですか。あ、そんな感じの、はい、イボニクスなんかね、すごくアメリカ的なトピックだし、そうです、ね、アメリカ行かれたもんね。そうです、アメリカで、ね、女性は標準語に近づくのに男性はなぜみたいな、ね、うん、なるほど、とかいうの、なるほど、あ、そういえばうちの親族を考えた場合も、うん、男性はみんな津軽弁のままだけど女性はみんな標準語になってるとかですね。え、津軽なんですか。母親が津軽です。あ、そうなんですか、はい、あ、それはそれは、まあ、そういうのとこう重ね合わせながら授業を楽しんでおきてました。なるほど、なるほど。あ、それは面白いですよね。ちょっと堀田さん行って、あ、じゃあ、はい、お疲れ様。はい、私ちょっとしゃべり続けちゃう、はい、私、あのお二人ね、慶応の卒ということでさっきから話してると思う、個人名がそうそう、いっぱいいっぱい、どん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 いろんな人と名前で、すごい狭い世界だなと思ったんですよ。まあ確かにね、私は、まあ、慶応とは直接ね、その学生時代には関係なかったんですけれども、もともとは東京外国語大学で英語を勉強しておりまして、学部時代ですね。でその後東京大学の言語情報科学というところに修士で入って、はい、で博士まで途中にいたところで、イギリスのグラスゴー大学っていうところに、あ、そう、はい、博士途中までいたんだ。ええ、2年ぐらいいて、でしかも、まあ、席残したのは、まあ、はい、あのグラスゴー大学に行って、そちらで、まあ、博士を取りまして、でまた帰ってきて席あったんで、都内の方も一応満了した形で終えて、神奈川大学、中央大学と、うん、で慶応大学に8年、もう8年9年目ぐらいになりましたね。ぶっちゃけ言いますけど、はい、引き抜いてきました。お、引き抜いてきましたね。はい、中央大学の時からも英語史で、はい、堀田といえば、あ、なるほど、逆だ、英語史といえば堀田といえば英語史といえばもう堀田さんで、はいはいはい、この世代ではもうピカイチ、もうちょっと上の世代含めても、神奈川大学に大職時代から実は非常勤がこちらは持ってたんですよ。そういう関係ということもあったと思うんですけども、いや、それだけじゃない、専門はその英語史ということで、はい、英語の歴史ですよね、うん、オーストラリア人の先生でしたっけ、前に、スカヒルさん、スカヒルさん、そうそうそう、ジョン・スカヒル、スカヒル先生に、ね、あのちょっと非常勤どう？あ、そっかそっか、それがもう発端だったっていう。なるほどなるほど。じゃあこうスカヒルゼミのこう流れ。まあそうですね。はいはい。そういうことですね。スカヒルゼミで小倉美智子さんっていう方がこの世界では権威の方なんですけど、はいはいはい、
その後、太田さんいらしたということですね、はい、少しずつ馴染んできましたが、うん、こうやってね、うん、やっぱ系列が慶応すごいんで、うん、学生と、まあ、同じ学校にいたからね、同じゼミっていうこともあるんですけども、うんね、先ほども話聞いたのもう続々と見られてる皆さんも聞いたことあるという、はい、聞いたことあるっていうかね、活躍されている、ぜひ我々のチャンネルも見に来てください、どんだけ活躍されてるか分かんないですけどね使える話いっぱいしましたけどね、すごかったです、はい、すごかったです絶対できないのかな、ちょっと微妙なのか、はい、いっぱいしましたけどね、やっぱ森哲さんファンには見せたいのがいっぱいありましたけどそういった形で慶応の教授に、うん、そうですね、どうなんですか、まあ、大学のゼミを持つポストに入るって大変なことじゃないですか、やっぱり、まあ、やっぱり一般的に言うと、例えばある有名な大きな企業が採用10人20人するってすごい狭い世界だと思うんですけど、はいはい、そんなところじゃない、まあ運ですよね、はいはいはい、だってたまたま動けるような時にそこにポストが空いてないと動けないんで、うん、はい、だから優秀だからそこに動けるかっていうと必ずしもそうでないところがあるんで、まあ我々の世界、誰かが辞めたらどこかこうやって移るっていう世界なんで、太田さんはもう実力ですけど実力のみですけど、私なんかもう本当運とかそういう要素の方が多かったと、やっぱり言われてましたもんね、まあ、当先生が引退されるっていう時にも、うん、あもう絶対もう井上先生だからっていうのはもう聞いてはいたんで、あ本当に、はい、あそうですか、聞いてましたもん、あそうですか、井上ゼミになるんだよみたいな、あそうですか、聞いてはいたんで、私は聞いてなかったあそうなんですか、いやもう周りがみんな言ってましたから、あ本当に、あそうなんですかね、周りも言ってました、あそうですかね、学生たちが聞いてたっていう森哲さん、私の名前を聞いたのいつ頃？あ、だからもうその東先生の最後の頃に知ってました。あ、そうなんだね。はい、あ、じゃあもう、っていうの、私もその頃森哲さんの名前、あ、そうなんですか、もう存じ上げてて、森田っていうすごいやつがいる。いろんな人に迷惑をかけました。そうですか、いやそんなことないんだ、西村先生にはね、ちょっと、あ西村由紀さん、西村先生にすいませんですね、なんか、あちなみに西村由紀さんは今大学院慶応に来てくださって、あ当時からやってて、あそうかそうか、そうか、そのおかげでその東大入るとき楽だったんですよ実は、ああ高等諮問あって、うんうん、すごい長いんですね、まあ、めちゃくちゃ長い高等諮問が一人に対してすごいあって、その時になんで英語学なのに言語学のゼミ入りたいのって、言語学の研究科入りたいのって言われた時に、慶応でその言語学やりたかったら、うん、基本的には英米文学専攻に入って英語学やらないとダメなんですっていう話をした時に、うんうん、西村先生がそうなんですよって言ってくれたんで、あそっかそっか、あ何人もいらっしゃるから、事情を分かってらっしゃる、そうです、事情を知ってたので、もう西村さん本当お世話になって、うちの院生たちもね、ずいぶんお世話になって育てていただいたんで、ああそうですね、うん、もう感謝、お母さんとか、なんとか、はい、もう誰が知ってんだっていうか、ね、はい、いや本当もう大学教員になってるのいっぱいいますけど、そうですね、うん、はい、本当に、でもまあそういう方々も見ててもやっぱりポストがこう開かないと入れなくて、そうなんですよ、大変だなっていうのは、うん、はい、本当に、で今大学自体もまあちょっと減ってるじゃないですか、そうですね、でポストも減ってきて、はい、我々英語なんで、はい、まだマシなんですよ、そうですね、まだマシなんですよ、もうこれが例えばドイツ語とかフランス語とかになったらもうなくなってる大学いっぱいあるんで、非常に厳しいですね、なくて、まあ、いわゆるそれでも大学ダメで専門学校とかに降りてくるっていう方々が多くて、専門学校にめちゃくちゃすごい人たちがいるみたい な状況が、まあ、それありえますよね、怒っちゃってるんですよね、それはすごいね、韓国語とかそんなすごい経歴の人がみたいになってるっていうのは聞いてますね、なるほどなるほど、まあ、慶応の英米はね割とありありがたいことにまあまあ職人つけてる人が、はい、そうですね、多いんで、うん、もしそういうご関心あればぜひ慶応の英米に、まあそれはものすごくいいですよね、はい、あの英語を学ぶ環境にはありますね、はい、大学院からこっちっていう人もいますね、で、はい、あの学部からっていう人もいますけど、ね、森さんもね大学院東大だしね、そうです、大学院東大だしね、昔と比べて卒業できますから、うん、安心してください。僕らの頃とは違って卒業できますから。昔はできない。やっぱり基本的には必修は落とすのか、あそっちがもうデフォルトです、はい、落とすのがデフォルトです。やっぱ4年で卒業できない人が大量に出るっていうのが英米文学専攻ですね。あなるほどね、そうでしたか。当時はもうそういうなんかえぐい先生が、まあ、えぐいというえぐいって死語、いやいや、まだあの普通に使われるようになりました。あ、まあ、やっぱ昔は慶応用語でしたけど、
けど、あ、そうかそうか、今は普通に使われる言葉になりました。言語学的それで、まあ、やっぱりアンソロジーとかね、こうでっかいものをこうみんな持ち歩きながら、で、まあ、僕らも電子辞書の世代だったん で昔はもう辞書を持ってなきゃいけなくてっていうので、ね、とてつもなく重くて、うん、車コロコロってあの旅行行く時、はいはいはい、キャリー、あれが画期的なぐらいの時代だったこんな便利なものできたんだみたいなそんな感じだったね。いや大変です。やっぱり、まあ、現代英語学、はい、英文学、米文学、米文学史、英文学史、そうですね、それを1年ずつ取っていくっていうのがやっぱりデフォルトでしたいや普通は1年で全部取ります、ね、今はね、今は取れますけど、昔はなんで僕は、ね、最初1年目、まあ、2年生の時に米文学史を取りで現代英語学を取りあ、3年生か、3年生で、まあ、取りで4年生で英文学史を取りっていう、はい、それはえぐいわ。これがまあ普通でした、はい、やっぱ最大の敵は現代語学でしたから、まあ、今はね井上先生は現代語学ですから、もうそんなことはないと思います。仏の井上と言われてますまあ、そうですね、はい、で東須先生の時代 はみんな一体何の答えを求めてるのかが分からないなんか書けばいいのかが分からない。それはきついね。まだ今思えばですね、まあ、まあ言語学それ、まあ、修士までやったんで分かるわけです、ね、なるほどなるほど。でも、まあ、学部生には分かんないだろうなっていうのは、ね、言語学のことかもしれないですね。今最難関なんですか。え、音声学とかですかね。音声学はやっぱり大変、まあ、ちょっときついと言ってますけど、でも音声学って本当にやればね、そんなになんか広い範囲じゃないんで、あとやっぱり用語タルとかね、覚えなきゃいけない、ね、そう用語が正確かどうかっていうね、それがやっぱり問われる。あれちゃんと意味分かってれば大丈夫なんですよ。みんななんかもう苦労してましたけど、英語の意味分かってれば分かったんです。ああ、そうかそうか。当時はですね、鈴木先生、鈴木徹さんね、はいはい、はい、あったんで、うん、アメリカ文学ね、そうです、うん、で鈴木徹先生の授業が最難関なので、英語の免許が取れなかったんですよ。教職課程の、ね、教職課程の免許が、それをよく知られてました。まあ取れなくて、僕らからするととんでもない敵をたくさん抱えてる状況で、だから英語の先生に一番なるのが大変な大学だったんですよ。そんなことってある福沢先生のなるほどね、なるほどね、最も習えなかったで、だから鈴木徹先生の授業を取らないと英語の免許取れなかったんですよ。そうか、あ、それなんか聞いたことあるわ。だほぼ落ちます。英語の先生になれないんです。で裏技があって、月曜の一番遅いコマに別の授業代わりになる、あ、大体できる科目は、でそれも鈴木徹先生なんですけどこっちは取れるんですよ。あ、なんでこっちは頑張れば取れるんです。あ、そう、あ、はい、そういうのね。金曜一限はバーっているんですけど、まあ取れないんです。で月曜の最後のコマは5限かな、うん、はい、5限は取ってる人も少なくて、あ、なるほど、はい、取れるんです。過去問すごい勉強すれば取れるんで、あ、なるほど、なんで僕は英語の教員免許取れました。あ、なるほどねそれはちょっと今の大丈夫ですか使えないですそれぐらいもう英米文学専攻の人たちもストレスを抱えて、なるほどね、大変でした、うん、今だいぶ明るいですよ。そうですよ、僕らとっても明るいです。みんなで一緒にもう過去問を暗記するみたいなのを言ってましたね、うん、まあ、必修科目結構多いんで、はい、まあ、今でもその時一緒に勉強した人は戦友だみたいな言い方を、はい、そうですね、卒業の頃言ったりしますけど、でもどっちかというとなんかいい思い出みたいな感じで語られてるので、そんなに悲壮感はないです今は。ぜひ英米文学、ぜひ英米文学、はい、英語、まあいいところだと思いますね。今まで、ね、高校までで勉強してた英語とは違う形のものがいっぱい見れると思うんで、うん、それね、もし受験生の方とか高校生の方は見られたら、文学をやるっていうことのイメージが、作品読んでなんか感想を書いてその作品について言うっていうイメージをお持ちの方多いかもしれないんですけど、今ものすごく広いんで、要するにその作品を例えば社会的な文脈で見るとか、あの英米文学専攻の中に我々みたいな言語学、はい、英語学がいて、言葉の背景がどういう風になっているかっていうような意味で、すごく社会学っぽいんですよね、うん、だから文学部っていう言葉自体もそうですけど、小説読んでのんびり感想を書いてるみたいな世界ではないん で逆になんかもうこれからもう本当にメタバースの時代だし、はいはい、そういう語れるとかストーリー組めるとか、それを読み取れるとか、英文読めるって文章を読める人が今減ってるんで、はいはい、すごい価値ある、もうむしろ古くて新しい、これからの意味のある専攻だと思います。就職悪くないですからね。全然悪くない。就職悪くないって、これも本当文学部は何もみたいに言われますけど、うん、うちの周りも一流企業に入っていきましたから本当に、うん、それはまやかしですよね。本当のことではないですよね、うん、だから多少こうね、行き渡ってしまっている変な神話みたいなところはありますが、はいはいはい、そんなことはまるでないっていうことは、うん、名言していいと思うんですよね。
まあ、言葉関心がある方はやっぱり来ていただきたいというか、そうですね、まあ、英語一生懸命ね受験勉強などですると、うん、やっぱり研ぎ澄まされると思うんですよ、うん、英語を鏡として日本語もやっぱり上手くなったりとか、うん、言葉のを見るこう視点っていうのが変わってきてるはずなので、うん、その上で文学部っていうところであるとか、うん、さらにね英語を勉強するっていうところに来ると、うん、すごく磨かれると思うんですよ、うん、そうですね、本当そう、ね、これとっても重要なやっぱり重要な力になっていくと思いますよね、これ、ね、よく文学部行って就職どうするのみたいなんですけど、はい、まあ、ちょっと役職上社会の企業の人と結構よく会うんですけど、はい、今学部で選ぶほど企業余裕ないんですよ、うん、だから文学部だからこいつダメだとか法学部経済学部だから取ろうとか、うん、そんな学部で選別するほど余裕ある企業今ないんで、いい人間取りたくてしょうがないんで、うん、その人が、まあ、たまたま文学部だとしても取るし、もう法学部だから自動的に取るってことは全くないし、はい、もうそういう世の中になってるんで、もう文学部すごく幅広いし、うん、いろんなこと勉強できるんで、私はもう文学部最強論っていろんなところに行ってるんですよ。おー、へー、ね、はい、おっしゃってますよね、もうどっかいつか書きたいと思ったんですけど、はい、もうぜひ来てください。お待ちしてお待ちしてます。僕じゃないけどお待ちしてます。お待ちしております。ありがとうございます。これで、まあね、いや、よかったです。こんな喋る機会を与えていただいて、本当ですね、初めてですね、うん、我々このコンビとしては、ね、呼んでいただいたっていうか、そう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 、はい、ありがとうございます。まあ、あのコラボで森田さん、我々のチャンネルに来ていただいて、出てますんで、はい、ぜひそちらの方もぜひそちらもご覧いただければ、いただければと思います。はい、またじゃあ何かしらありましたら、はいはい、今日はそうですね、もう結構遅い時間なんで、はい、何か企画考えてきますね、はい、ターゲットの語源とかやってたんで、シスタンでやるかとか、いろいろね、有限のラジオでやってたんで、はい、森田さんもまた来てください。はい、ぜひぜひ、はいはい、もう今日はもういつでも、本当ですか、はい、もう簡単に来れますかね、道も覚えてますから、さすがに、ここまで、確かに、はい、ね、通われたし、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます。